皆さん新年明けましておめでとうございます。ファクトリギア TV 工具好きでございます。2020年今年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで2020年一発目は、はい、こちらドン、落とさない工具特集ね。笑うよ、なんて。そうです、ね、大事なんだよ今本当に。そうですね、ね、これもう本当にね、受験シーズン真っ只中ですからね。1月からもういっぱい試験あんだよ、あっちもこっちもね、はい、なのでやっぱり落とさない航空ね、演技担いで、はい、ね、ということで受験生を、面白いお父さんお母さんぜひご検討くださいとそんなんじゃない、はい、ね、機能的にやっぱり落とさない工具っていうのはやっぱ注目されていて、今それをいくつか紹介したいと思います。はい、今日ご紹介するのはこちら、はい、ドンドンドーンと、これ3つの商品、こちらね、ご紹介させていただきたいと思います。まず1発目はこちらです。ベラの4分の 1SQ ホールディングヘックスソケットセットということで、ベラでございます。これただのヘックスじゃんねって思うんですけれども、よーく見ていただきますと、ここにボールがついています。このボールで保持して落とさないっていう機能なんですね。で、これちょっとね、ちょっとだけ言わせていただきますと、これ3ミリ、4ミリ、5ミリ、6ミリ、8ミリなんだけれども、こうやってソケットレールにちゃんとこうやって入るんだけど、このね、ボールのある位置がちょっとバラバラと。で、これはね、残念ながら、メーカーさんも意識しないで作ってるということなので、これまあちょっとすいません、ちょっと気になる方は申し訳ないんですけれども、揃いません。ということだけ申し上げておきます。で、これどういう機能かというとですね、こちらにヘックスね、六角穴付きボルトあるんですけれども、この六角穴付きボルトをプラスのビスの場合だと、マグネットついたりするものがあって、でなおかつ環合がグッとしてるので、こう吸い上げてきたりするんだけど、ヘックスの場合だとこういうものってどうしても落としちゃう。ということで、落とさない機能ということで、このボールを入れてあるっていうものなんですね。で、今までもマグネットをつければいいじゃんとかいろいろあったんだけど、マグネットってやっぱりちょっとつかないものがあるっていうことと、あとリングのタイプがあるんだけど、リングは逆に保持力が強すぎてこれで取れちゃうとっていうので、こちらボールで保持するタイプです。これ日本だとね、朝日さんが一番最初にこれ作りまして、僕これを作ったおじさんに新潟で取材させていただいたことがあるんだけど、おじさんって言っていいのかなね、すごいやっぱりね、ものすごい大変だったということで、まあ作られた技術で、おそらく世界で一番最初に作ったのは朝日なんじゃないかなと思います。そして2つ目はこちら、はい、ドンということで、ディーンのマグネティックエクステンションバー、これ出ました。これもう発売してからもういきなり人気なんですけども、なぜ人気かっていうと、これ高さなんですね。こちらスナップオンです。で、これがディーン J ですね。で、これディーン J の、マグネットに比べるとスナップオンちょっと小さいんですけど、実際スナップオンも大きいのあるんだけれども、そこの部分よりも何よりもこの高さですね。それとちょっとね、これこだわりのこのシャキンシャキンとしたエッジ、これめちゃくちゃかっこいいじゃないかなというふうに思うわけです。で、これどうやって使うかっていうと、ラチェットにこうやってつけまして、ソケットこうやって入れますね。で、こうやってまあ使うんですけれども、六角のビスを回した時に、これはマグネットなんで、まさに落とさない工具ということで、どうなってるかっていうと、ちょっとお見せしましょうかね。これが貫通して、ここにマグネットの部分が出るってことなんですね。つまり本当にビスをホールドするだけの機能なので、長いものよりもやっぱり短ければ短いほど、まあ、作業スペース確保できるということで、この短い D&J のマグネティックエクステンションバー、今もう発売開始と同時に非常に人気になっております。非常に、まあ、デザイン的にもよく似ているので、まあ、こちら使った方でも違和感なく使えるんじゃないかなというふうに思います。そして最後こちらですね、はい、ドン。これロッキングビットアダプターということで、ビット非常に今こう増えましてね、こういうようなビットセットみたいなのがあって、ネジのサイズが増えてるっていうことで、ビット交換式で使える工具の出る場面非常に多いと思うんですけれども、こちらですね、一番の最大の特徴は、まあ、このローレット、これ非常に滑りづらくていいんですけれども、まあワンタッチでこれ保持されてるんで、よくあるのがこうグー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 ってやった瞬間にビットがこう取れちゃって、ビットとネジが一緒になって落下していくということがあると思うんですけども、これの場合ですとビットを保持しているので、ビットがまあ作業中にリリースされることがないっていうことが最大の特徴です。このビットホールドタイプのビットホルダーっていうのはまあ非常に人気になっております。で、さらにですね、これのちょっとすごいところっていうのは、ビットを外すときにビットのここの黒の部分をですね、内側に引っ張って外すようになってるんですね。これね、手前に引っ張ってリリースできるっていうのがミソで、まあ他にもあるんですよ、他にもあるんだけど、引っ張ってリリースできるタイプのものだと何が起こるかっていうと、これを外そうと思って引っ張ると
引っ張ると、ってこれ全部外れちゃったよって話になるわけですね。だけどこれを押し込むことによって絶対これとラチェットとあのビットホルダーが離れることはない。もう一回やりますよ。これだったらば手前に引っ張ってリリースできる。でもこれが押すタイプだとこれを押し込んだ時にこうやって外れちゃうんですね。外れるとビットを外そうと思ったのにビットホルダーが外れちゃってよっていうことになるわけですちょっと受けてよもうちょっとということで案外気づかないけれども手前に引っ張ってリリースできるってのは大きなミソです。こちら8分の3と4分の1の2種類ございますということで、今回は落とさない工具特集ということで3つご紹介させていただきました。それでは皆さんさようなら。